この上か。小屋さん、もうご飯食べた？夜は。うん、急にどうしたの？いや、ちょっと私お腹減ってきたから。やめてよ、その俺を隠れ身に使って自分の欲を荒らしてくんのやめてよ。うん、何食べたのかなって純粋に気になっただけだけど、聞いちゃダメかい。俺を悪者仕立てあげなくて。いや、今日は彼に松屋買ってきてもらったからビビン丼だね。ああ、いいね。うん、はい。フラウラーか。